物語の舞台となるあんなかを描いた歌川広重の版画翻訳問答は古典落語の演目。情報落語ではこんにゃく屋が持ち屋に代わり持ち屋、問答として演じられる。身振り手振りのジェスチャーを交えた仕方話の代表的な話。幕末の落語家、二代目、林や肖像の作とされるが、遺説もある。一般には、卓前肖像とも呼ばれた幕末の落語家二代目。 林や肖像の作とされる。この異名の卓前とは、もともと僧侶であった二代目、肖像の改名であり、この話に登場する旅僧の名前となっている。しかし、東大落語会によれば、岩波文庫、桃太郎、下切り鈴め、花坂か、G 日本の無昔話に、長野県下稲郡の民話として、こんにゃく問答が載っているといい、また上京年間に出版された、 当世は、なしの本にも、同様の小話、白中地長老に、政治が見られ、それら古くから伝わる民話を改作して一石の話にしたのではないかともされる。五代目古今帝、新章、八代目、林家昭蔵、六代目、春風帝柳橋、六代目、三遊帝炎章、五代目、柳家小三らの講座で知られる。六衛と僧侶との門道の下りは、 音声のみの場合は伝わりにくい場面だが、古代メコ根亭新昭は昭和31年4月にこの話をラジオでやったことがあり、その時は新昭が無言になるタイミングで、アナウンサーが都度説明を入れていた。舞台の安中は、現在の群馬県安中市に相当し、中仙道の宿場町として栄え、江戸を食い詰めた人間が、越後や新州に流れていく道筋にあった。また、 周辺一帯は、こんにゃくの産地として昔も今も知られている。情報落語では、餅屋問答としてこんにゃく屋が餅屋に変わり、舞台も髪型の地になるが、話の筋は同じである。上州案中に六兵衛というこんにゃく屋がいた。かつては、江戸の役ザ者であったが、今は片木となって、田舎暮らしをしている。面倒見の良い親分肌で、江戸から逃げてきた。 千のない和解手が六兵衛を頼って訪ねてくると、しばらく世話をしてやり、幾く枠かの銭を渡して、江戸に帰らせてやっていた。八甲も、その一人だが、いつまでたっても江戸に帰りたがらず、仕事もしたがらない。困った六兵衛は、近所の禅寺がしばらく矛盾だったことを思い出し、八甲に、そこの坊主になることを勧める。しぶしぶその寺の坊主になった八甲であったが、 田舎寺のため早々とぐらいなどもなく、怪しいお経を読み、寺男を相手に酒を飲んではだらだらと過ごしていた。ある日、越前永平寺の三味ミタと名乗る旅僧が訪ねて、来て、この寺の山と直と門堂を押したいと願い出る。全門堂などしたこともない八甲は、和尚は今出かけているからと嘘をついて、旅僧を追い返そうとするが、旅僧の方は、和尚の帰りを、いつまでも待つ。 と一歩も引かない。どこかへ逃げようかと考えた八甲だったが、そこに現れた六兵衛が話を聞き、俺がお尚のふりをして何とか追い返してやると申し出る。そんな企みがあるとは知らず、旅僧は案内に連れられ、門を入り、竜の髭を踏み、玄関の熊笹を分け、幅広の障子を左右に開く。寺は古いが、広としたもので、 高来園の薄型身は、雨漏りのため、茶色と変字、蚊の方言元信の,部の絵描きしかと歌われたる、各天井の一匹竜は、ネズミの小便のために、五分地のみと相、相なり、金礼のき柱は剥げ渡り、乱間の天神は、雲の巣に閉じられ、旗天外は、朝風のために、偏本と翻る,る。正面には、おくるみ、左の方には、禅宗の解散だるまの僧。 一段高きところには砲弾を設け、一人の老僧頭には帽子をいただき手にはホッスを携え、マナコ半岸に閉じ、座禅観光石爆として控えしは、登山の山となおとは、真っ赤な偽り。何にも知らないこんにゃく屋の六兵衛。旅僧が本堂に入る場面の定型区旅僧が、本堂に踏み入れると、今朝起きてお嬢になりすました六兵衛が待ち構えている。しかし、 当然ながら、六兵衛に全問道の知識などないため、旅僧から何を問われても無視して、しびれを切らせようという作戦に出る。話しかけても何も答えない相手を見て旅僧はこれは、全科荒行の無言の行であると勝手に勘違いし、ならばと、身振り手振りで問いかける。旅僧が両手の指をつけて小さな泡を作ると、六兵衛は腕も使って大きな泡を作り、それを見た旅僧は平服する。 シカラバと僧侶が十本の指を示すと、六兵衛は片手を突き出して五本の指を示し、再び僧侶は平服する。最後に僧侶が指を三本立てる様子を見せると、六兵衛は片目の下に指を置いた。そこで僧侶は恐れ入ったと逃げ出すように本堂を出る。影から様子を見ていて驚いた八甲は僧侶に負けた、理由を尋ねた。旅想曰く、途中から無言の行と気づき、 こちらも無言でお尋ねした。お尚の教中は例えば、大会のごとし。では、実法世界は例えば、誤解で保つと。最後に、三尊の身はと通ったところ、目の下にありとのお答えでありました。とても節操が及ぶ相手ではなかったと語り、正然と寺を立ち去った。よくわからずも、とにかく六兵衛が、全門道に勝ったことに感心した八甲が、 本堂に行くと六兵衛が激怒している。聞けば、あの坊主はふざけたやつだ。途中で、俺が偽物で、ただのこんにゃく屋だと気づきやがった。お前んところのこんにゃくは小さいだろうと馬鹿に仕上がるんで、こんなに大きいぞと返してやった。野郎、十兆でいくらだと聞くから、五百分と答えたら、三百分に負けろと抜かしやがったんで、あかんで絵をしてやった。ありがとうございます。